いてるかも。気温でしょ、もうこれ完全に。暑くないけどね、いつも。暑さ覚えてくれて。暑いよ。俺とユタコンが暑い。お前は暑くない。まあ、2対1でございますけど。まあ、1人より2人だもん。ああ、今日参戦。今日参戦ってすごくね、3日分だよ、だって。やべえな。やべべべべ。やべべべべ。やべ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 。やべべべべ。まあ、あとね、数時間後には。全部決まってるってなんか考えるとすごいよね。誰これ？俺だわな。よし、行けるよ。行くぞ。行くじゃん。やっぱあれですか？動画のスタッフも気合い入りますか？これは。もちろんこのためにシーズンを過ごしてきてましたから、ね、この日のために耐えてきた耐えてきた。ここがもう一番の山場。いいね。なんかラグビーを思い出すね。なんかそのラグビー知らん人でもラグビーのワールドカップは応援してた人多いし、結構ロールでもそういう人多いんじゃないの。リラックスリラックス。あ、体動くかっていうのは変わってて、まあ、気楽に。僕らがプレッシャー感じるのは多分なんかちょっと変なお話だと思うんですよね。相手の方が100倍受ける立場だし。多少バンディgoes, he flashed on the first person, you see his cam throws, they're really flawless in this, the communication must be really good, or just the game understanding on the same level. And again, it's just so hard to play against, because if you need something that's a shot for 1 second, you have to be left on the back of the game. Yes, so let's then talk about who they're facing in this first game. Cloud9, who... This time, I really got a good shot, but I didn't win the game.As you can see, the faces here on the DFM players, they were so close to making potential history here and taking down two major regions in a row. I think generally everyone's pretty confused as to how we're losing. Joey could be forced away, holding onto that flash as long as... こっちは、ここだっけ？
Twisted Fate. That could be something that he could go for. He does have a wolf skin on it after all. Instead, it looks like that he is. あれ、ね、みんなみんな、ディスコードのさ、最低2人以上で来る。まあ、ワンタイムやってもいいけど、俺たちがパタミとか強い方で、やった方がいいかも。それか、逆にこっちやるって言うんで。いや、それはその方が多分だから、上をお前と俺が行って、なんか、フレッシュかけて、バトンとミドが対比して、相手も多分、まあ、多いと3人だからね、ミドとパタム結構効いて、まあ、多分、そのことかパタム鍛えてくると思うから、そっちでいいのかと思うけど。あれだね、これトップ勝負するときにサポもちゃんと寄るだね。当たりそうだ、怖い。俺はここにいた。チェラルに対するアクションがドラゴンだけかな。なんか一人で2プレイ取ってね。え、うん、あ、こんなもんじゃない。見た方がいいよ。バルティまた、モンちゃん。ああ、ヒーヒーを倒す初めてのチームが、何か、お茶しなくて。決勝で勝てばいいや。楽しいな。ああ。でも俺らその試合に勝ったんだよ。DT の倒しは死なに勝った。つまり、俺たちは。でも、その、俺たち DT は勝った。つまり、緊張してるとか、今自分は興奮してるとか、自分の精神状況を口に出して食べると、ポンさんさ、この試合さ、さっきさ、緊張してるよさ。緊張してる。今日ユタポンでいいらしいよ、それが。ロボで言われて、ロボさんの誕生日だし、チームのマーケティングで。今日はユタポンで？なんか変な、なんか、変なのマーケティングだし。なんだあれ、ユタポンの、ユタポンストーリー。マーさんの日記じゃないの？読んでない、全く読んでないし、そのツイートだけしか見てないけど、マーさんの日記でしょ、あれ。だよね。せいでさ、ダンブルモルガンの言われた時さ、思ったよりこれからいいんすよ。わかる。まあ一応でも結構。もう俺を動かしていいから、で、最悪俺が死ねばいいから、スチール死ぬのだけはマジで勘弁だから。確かに。まあモルガンはまあ大丈夫だ。フォーメーション、ランブル、ランブル2台の時に先にランブル2台死ぬのだけマジで。フォーメーションしっかり。さっきのキャニオンだね。カズった先に。別に俺が、別に10ですでいいから。うん。視野取る時失敗してね。あ、いや緊張してる？俺の方がしてる。インフに負けた原因、俺たちの実力が足りなかったかもしれない。俺たちが焦ったから、俺たちの問題ね、これ。俺たちの問題ね、これ。うちここ？うちここかな？そうだと思う。楽しんでやろう。水準備できる人お願いします。I got a scan you though. Can you wait? Yes, sir. これ、戻っていくのか。うん、いいと思うよ。まあ、正直、もともと俺は何も持ってないから、負けても大丈夫。取らそう、取るそう。勝ったら最強で。You're good. Thank you. Thank you. Nice. Okay. Finish. Finish. Thank you. カメラマンに気に入られてますね。パフォーマンスしてくれるから、やってくれるから。でもいつ映ってるか分かんないんですよね。いろんなところでインターバル、なんかその、いや違うんですよ、今撮ってるのかそうじゃないか分かんないから、いつ映ってるか分かんないんですよ。ずっとしてな。いやお相手します。ちょっと待って、俺今設定してる。設定したかお前。え、できてないよ。ロビーまで6分です、6分。できてないよ。何が？ヘッドセットとかリフレッシュレート60だよ。これ60なの？60だよ、見てわかるやん。入ったらわかるよ。60かな、一応240だったけど。マウスカーソルでわかるくね？
ロビーまで6分行ってます。ああ危な、240にしとるかお前ら。なってなかったの。ここには60のままだったし、俺が60だよって言ってもえ本当とか言うし。見て分かんない。見て分かれ。見て分かるだろ。240のままだ。いいね。本当やりたいんだよな本番。敵のレオナにさ。飛んでこれ、まあ、こいつもこいつを一緒にできたら完璧だけど、こんな感じ。それあれだよ、W ディレイ Q フラッシュじゃない？あ、そうだね。これここでしょ、ここでしょ。あ、足、足だ。じゃあどっちが取る？今大会2度目のピックになりますが、コロロブラン、レーンとしてボットレーンを選択してきました。そしてクレビアも合わせてきます。バーストダメージ十分警戒です。エスリできる？できるできるできる。瞬時でいい。オッケー。マークの後ろ。俺後ろ回ったよもう。死んだら場所ちょっと見える？パタイムしてもいい今は。ああ楽になっちゃったんでも。いける？ちょっと俺ちょっとオリアスの周りだな。オッケー。エスリだけする？今は死んだらトーン。いける俺。これプレッシャーで見る。じゃあ、ワンサイズ。来ましたが、ファーストブラッドエビナー。メガナーのスキル当てた。完璧です。いやー、きついか。シンドラまだ装備入れてないな、あいつ弱くね。あ、シンドラ今お金いっぱいある。タワー終わりながらできるなら見ていいね。タワー終わりできる？タワー終わりはできる？終わ、俺も切った。俺も切った。マジでイニシキア、マジでイニシキア。ちょっと見れる？見てる？タワ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 。ハイサウルトダイ、ハイサプルウルトボレシモナイ、ナイス、ナイス、リシンウルト使ったよ、リシンウルト使った。プレミアプレミア、プレッシャーあるプレッシャーある。距離を詰める、アリアのスキルは上がるかどうか。ゆっくりアリアつかなくていいスキル。大丈夫大丈夫。ナイス、しっかりコロナイス。完璧な集団。エース獲得、デトネーションボーガスミ。奥行かないもんこれ。オッケー奥行く。まあでもどっちにいるか分かんないからね、全く。あ、もしここでイコール？あ、止まったけど止まった止まった。止まった止まった止まった。これ見よう見よう見よう。シンドラはここら辺、俺は行かない。TP、TP 後ろ。リシン TP、一回下がるか。いや、一回奥に行こう、奥に行こう。オッケー、俺左に回るよ。シンドラ行こう、シンドラ行こう。あ、これ死んだな。シンドラは殺した。はい、行け行け行け。カイサ、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 ドプレシ。ナイス。勝った、勝った、勝った。勝った。リシンまで見るよ。行ける、見て、見て、見て。俺も行く、バラトイ。相手ダメージない。リシン、ボーイ解散。いや、いや、いや。ゴールへ素手を入れて残っているのはこのソリッドスネークのみ。エース獲得かデトネーションボーカスミーだ。ボットのインビダーまで繋げていきたい。これお見つけた見つけた、行こう行こう。結局バテたら全部ウェーブ来るからね。ああどうせ来る。正直これも見ていい。ああボリビアから見ていいよ。俺来た。俺どっちから見る。どっちからどっちからスタン。一回ゆっくり。カイサディールできない。カイサディールできない。リシンスタン。リシンキックない。リシンキックない。カイサとウルト、リシンもキックないよ。シンデラウルトだけ行けよ。タワーあるね、俺。タワーよ、タワー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 見よ。見るよ、俺。シンデラ見る？行こう。みんなだけ。行こうし。行こうし。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。ネクサスは開始。さあ、1周目の戦争が果たした。まずは2勝目。デトネーションフォーカス2が掴み取りました。相手プレーが多分、めちゃ強い。
リドゥ、リドゥ、イグナイトも、エレベアも。よー、完璧。ナイス。完璧。完璧、めっちゃ完璧。おー、行きたわ。あれ、ヤスさん、あの、キーボードとマウス？サンピックアリスタできる？サンピックアリスタ欲しい？サンピックアリスタ？ああ、で4ピック、4ピックアーゴと、5ピックアリア。サンピックアリスタ。サンピックアリスタどう？今俺たち3ピックゾイじゃん。サンピックアリスタ欲しい？正直俺アリスタがフィーリングズ。正直アリスタタワー守る簡単だし、WQがマジで絶対信頼度が高いじゃん、レルより。でピールもできるし、まあ、多分アリスタは自分でできるからインタビューはね、自信あるなら考えてみたら、結構他のピンクもあるね。今俺たちさ、ジャグ、カイサー、ゾイじゃん。これジャグ、カイサー、アリスタにしてもいいじゃん。そのアリアは国際経験の、経験がなくて初出場なんですけど、本当に優れたあのメカニクスと考えを持ってて、제스스로가막만족스럽지는않은데그래도일단이겼다는게중요하니까괜찮은것같아요오이마와다이리こんばんは。あ、すいません、こんにちはですね。あ、でも日本の皆さんこんばんはですね。こんばんは。ライブではないですけどね。あ、そうなんですよね。ライブじゃないんで、こんばんはとも限らない。あ、すいませんね。本当、申し訳ないです。どうでしょう。俺たちのこの状況に会いたくね。あ、近い。同じ。結局は同じ。え？アリアナイスマジで。このゲームはミドチャイ。マジでミドチャイ。相手イグナイトでワンバイワン負けて、ボリビアがマジでずっとカバーして。またそんな謙遜して、いやでも単純になんだでも別にそういうことが勝てないわけじゃないので、さっきのなおめっちゃ良かったやっぱ、まあでもゴールからなもん絶対かれ、リーシン相手に序盤からさ9当たってるから全然守りきれないじゃん、あんまりたくさん作っちゃダメだよ。結局 C9 戦が一番大事だから、タイカレーここにしたらやばいよ。確かに。美味しそう。ぶつどり OK です。一応俺たちいつもプレイした構成がクラッシュ構成じゃん。ちょっとみんなで違うじゃん。それが分からんみたいな。左となるだね。ま、クボ三連長野無条件で左に跳ぶね。このチキンうまい。チキンはうまい。カビパスタはなんか足が。なんね。ダメダメ。え？君はダメ。エビのもの。チキン食べちゃダメ。試合前に。本当に少しだけ。あ、本当に少しだけ。試合前にチキンダメ。なんで？いらない。お前も食うな。味ある？あるある。お前もしかして。食わない方がいいの？え、だって特に消化して栄養素に利点がない。なあ、ちょっと。アリアがいない。結果、何が結果してから結果。アリア、え、俺はついてる。
結果が単純に準決3連時は無条件の準決2対2これ終わり。じゃあ行きましょう。コペット잘챙겨줘よし、ついてマジで、しろ。これ、俺の水だ。あ、あったあ、忘れた。あ、どこだ。あ、はい、よし、行きます。ジッターも、いいよ。皆さん、行ってきます。コピー。リビー。サンキュー。와그하여튼갱프레셔가마에가라나이가라모두정글로뭐야스틸토마이동시때뭐치유크레오시시나이그래뭐맞지야마스기다게좀더드리블사이언약야바이게오래가노래를듣는데노래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 듣는俺が集中してドリブルしてた、うん、だから俺が死んでも正直大丈夫ガビガビうん、その姿勢正直なんですよ完璧だ私は諦めた変わって30秒前にやってほしいなんでなんでありやんこっち見て俺も後ろ見たいあはははオッケー Please please play the stage Champion selectまあ、オリアナだったりビクターだったりっていうところ無難ですが米ですか守るがなジャングルですからねこれは柔軟にチームファイトが行える構成ではありますねこの非常に重要な一戦 MSI2021 グループステージ Day6 ゲーム4おっとこれスティル選手面白いさあレベル2だぞお互いレベル2ブラバースキルを使った後トイモイテムからトイプレッシュ時間だ今行く俺コートマイ時間だ相手プレッシュないプレッシュない殺した殺した大丈夫当たるねナイスファーストペラットアリアやったぞアリアこのファーストペラット大きいどうするか俺ゲーム、まあ、ここら辺で結局僕でワンチャン狙うしかないよここはトリスがトリスがワンチャンリコールからボットとかで殺した方がいいかもオッケーディションがアリサと俺行くからちょっとだけ見てほしい相手スクトルパルもできるヨネもテルできるねこれどっちと俺落ち着こうかヨネテルできるなあれ見たら死んだ殺した殺したあすいませんブラガイナ殺した大丈夫大丈夫ブラガイナ殺した相手パルできないこれあーできないかな本当にあーテキルはできるテキルはできるけどまだ最後見えてるしほらオッケーオッケーオッケー大丈夫大丈夫ボットプッシュ俺これ以上できないねヨネでヨネこれ見たら俺はいけない俺はいけない寄ってきているぞデトネーション俺トップだなサイオンと遠いなさすがにサイオン出るいけるこれいけるいける俺はスローが入っているメフ一戦これは止めたショーストプレシまでいけるいけるよイモータルシールドのシールド入ったエビアヘイメーカー残しているがレーダードローのカッパツーマーキットサイオン後ろでいるサイオンゲーサンガルサロシャットラウンダーシャットラウンダーまだあるぞパークスを止めたとかなり大きいですよゴールドもスティールに入りましたあと風あ死んだ俺挟まれているウルトないチピアでしかないウエチピだ4対5するか4対5しよう4対5しよう気をしたら正直絶対負けない俺に落ち着かったスリーバブルが入っていますがどうなるどうだちょっと見てちょっと見てフォーク入れたいがトシゲはあるかそしてそこに合わせる形でブラバー横からダークバインド解散ると残ってるヨネオルズもあ俺死んだ死んだメフ一戦は届いたあソーリーエビは逃げる懸命いやマジでごめんしかし生き物されるダブルキルは大丈夫大丈夫大丈夫 TK 勝ったら大丈夫そうだね TK 勝ってほしかり俺たちしょうがないねこれはうんここまでですかエース獲得はクラウド9非常に惜しい試合展開でしたがこのパークスという男
ただものではないですね。さあクラウド9グループ突破を大きく近づける形の勝利ということになりました。損失中序盤のあれが TT の話がなかったから、これ TT じゃなかった、あれが痛いね。じゃあ、レープスとワニがパークスマンマン。パークスマン。パークスマン。パでも穴ファイトがすごいというか、穴ファイトで結局ジャングルレベル負けちゃって探しに行くのもできなくて、俺探せたら 1v1 もガチで勝つけど、まあ割とそこが滑ってたね。Champion select, please keep the stage clear. Keep the stage clear. Thank you. あかん、日本語うまいな。ほぼ純粋だっけ。おしきし。俺ボット TP できるよ。あ、ファイト見てほしい。あかりちゃん見るよこれ。アイテム来たらやな。俺は行かない。俺ドフリードフリー引っ張ってもいいよ。ダイナ来た、ダイナ来た、ダイナじゃない、ダイナ、ダイナ。あ、俺もそろそろ行く。リピ窓置いて、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 やっとさ、ヤッソからヤッソからヤッソからみんな、ダイナ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 、フレッシュはダイナ、わかんない。あ、オッケーオッケー、ダイナ、あ、ある、そもそも深い。バトムライナーこれ見て、これ見て、これ見て、俺は行かない。これ誰も見れない、これ俺見れるよ、俺見れるよ。ヤスオビッティピー、さらにこれは逃げられない、落ちよった、仕留めきれるから、えのブレッシュ、バイスバイス、俺カバーするね、俺カバーする、大丈夫、ソロキルだ。カーサーだけちょっとケオ、俺大丈夫、俺ウルトコビ、ウルトコビ、もうウルトコビで上がったんだけど、ゆっくり、これでビートにヘロに倒すよ、相手つらいやるから、これナルもやった、相手そもそもツラに死ぬ気で入ってる、これ行こう、殴ってる殴ってる、出ろ、行ったらこれ窓置ける、テレポート持ってトップレーン、ゴブか、中に窓置ける、これ耐えなと耐えな、耐えな、中にいる、中で殴ってる、あー相手が来たら、ちょっと見て、ケア欲しい、ケア欲しい、チェインソン、チェインソン、ナイス、戻した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 、タイヤ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 、タ取り込もうとしないと、この照明か3、ちょっとゆっくり、これマジで結構危ないな、大丈夫、休みしない、危ないっすね、ナイス、ドラゴンは取られましたが、よっ、会社のフラッシュかな、はい、カットやっと、
ナイスナイス、今バイスよかった。社長マジでいいね。いや、始めた、始めた、マジで早い、相手マジで早い。アウトリッチ組む。ここはいるよ。早い早い。大変だ、マジで早い。6000、6000。どっちの攻めてない。タイムパンプレッシャーある。右ながら無視していいよ、これ。俺が注視しなければいけない。わあ、やばいな、これ。俺は殺せない、殺せない。後ろ。しっかり決めた。止められません。サッカーもですね。ゆっくり。ああ、もう。ずっとよ。もうこれしょうがないから。一回練習しよう。やめるな。ダルビ、ダルビ入れる？ダルビルできるね、これ。ダルビルちょっと相手はチップパルナウリ。ダルビだろ、これ。ダルビ、ウトルトルト。フラッシュがあるかも。はい、相手そろそろチップ来る？どこから、どこから、どこから。バックかもな、これ。ゆっくりファイト見たら、でも。ファイトじゃない、 HP が、HP がない、もう。ビルダーで、ね、相手終わりまで来る。ハイエナ、ハイエナ俺と違ってない。カイザー、ヤツオ、どっちだっけ。アビ、アビ、最後まで暴くぞ。ミニオン縦にして、ミニオンウェブ、いや、じゃあできるかな俺。守りたい相手はバロンバック。あー、勝てためにる。あー、そしてまたしても強すぎだ。バロンところやばすぎたな、マジで。あー、ジジドラフトで見せてきた強みをここぞとばかりに見せつけてくるプレー、やはり強いダムワン。さあ最後ベースにお得意の飛び込みは見せますが、これゲームと勝利したのはダムワンキアとなりました。あー、ジジー。まあ、頑張った、頑張ったね。正直、夏、夏勝てばいいね。これ。ダブルで避けないな、絶対。え、無理無理。反応、あの、発生が早すぎるから。いや、そんなあるな、ロックスイヤーがあって、ダブルとか。何が届きやすかったの？だからって。これ、なんか変なハイライトで見たことあるけど。ハイライトあれは、皆さん、忘れ物ないかだけダブルチェックしてみてくださいね。一応、感覚を上げて、一人ずつ持ってきた。自分が死にながら突っ込むしかなかった。エビの入り込みで。これがダイエナに ER したら、さすがにダイエナはプレシンできる人じゃないから。ああ、ちょっと焦ってたね。ちなみに早いは早いです。俺だけ前でってマジで後ろで切ってる。ナッシャーダイエナとカイタって予想だから。まあでもちょっと余裕あったね。正直。そこまでの速さではなかった。ちょっとそこで焦っちゃったな。正直あんなギエミエだから野草ダイヤにしたい。まあしょうがない、言うてしょうがない。でじゃあファイトってギブしてもいいからファイトしたら死んだ人にゲームマジ完全ギブかファイト。じゃあパリで合わせると気をする瞬間だい。俺たち一応泳いで帰る。え、いや今日からだよ。
今日出発しないと日本帰れないから。でも明日でしょ出発。知らん。ブラジルは翌日だった。え？うん？翌日？だ負けた翌日。やっぱり出ること強いぞ、ドラガジルは。泳げる？泳げない人いる。俺できない。え？なんて？泳げる人いるから。泳げない。泳げない。俺も泳げない。韓国ってプールないんでしょ？学校で。あんまない。てか日本が結構珍しいんでしょ？うん。俺も泳げないよ。そもそも冷たいわ。アイスランドだし。アイスランドだし。まあまあ。まあまあでも内容は良かったよ。てかマジドラゴン戦で一回マジでワード一発なくったせいでダイアナ死なくてアリアが死んでったのマジで悲しくなった。なかったっけ。お前がごめんって言ってた。いやそれはノーチラスのウルトぶつけた。俺が。結構迷惑かけた。手プルプルしてるもん。しょうがない、しょうがない。それは。パンピックも。I know. 그래도나름괜찮았던경기가많았어서그래도다행이라고생각해요難しいな、マジで。このゲーム、思ったより。思ったより難しい。追いかけてよ。いやそう、そりゃそう、コミは大事、間違いなく。あんま追いかけないね。その俺思ったのがさ、その勝ってる時はいいけど、その人数不利になった時に、あそりゃそう、勝ってる時は誰がやっても勝つからね。そう、人数不利になった時のその誰が死んでるかで何がオブジェクト残ってるかの状況次第でちゃんと喋れるかどうかだからね。そういうの結構ね、俺は下手で。いやだからそれをもう練習でしっかり練習させなきゃいけない。あちょっと今はなんかあんまりなんか何も考えれないので、まちょっと後からじわじわと悔しさが来るのかなっていう予感はしてます。その手応えっていうか、そのゲーム内容に対してすごく満足のいく部分があったので、そこはすごいその経験値として良かったかなと思いますね。みんなしない。おじさん OK です。あ、ありがとうございます。フットゲーム。まあ僕たちそのもう C9 戦とか DK 戦、インフ戦も全てにおいてすごいバンピックがもう完璧に、まあこれでいけるだろうっていうところまでちゃんと決めてやってるんで、まあそれプラスこういろいろ、まあ僕たちメジャーリージョンよりは下だっていう自覚を持っていろんな戦法とかその DK 戦にやってるようなレベル1の動きとかいろいろ試していけたら全然また変わっていくんじゃないかなと思います。お疲れ様。お疲れ、カズと。手がしてないな。アリアもお疲れ。お疲れ。俺も。ああ。セロスさん。はい。お疲れ。一応疲れ。そうか。セールも疲れ。全部。多分ないです。お疲れ。ありがとうね。じゃあ皆さん、もろもろ、戻る準備をしていただけたらと思います。プール行きたいね。温泉客ね。温泉いいね。温泉あんの？温泉ないだろ、この。あいつまだ有名だね。温泉が有名だ。世界最大の温泉があるし。おしまいちょっと。温泉や。レギュラーですか？ボルベット。中国でスピーチ途中。刚从你那啊，从你那，我昨天也不忘了。
じゃあそういうサイトあるんでしょ。もうあるんじゃない。わかんない。あんのかな。とりあえずこれは願望ここが。なんかいいっすけど。なんでカタリナとか誰も持ってないでしょ。レベルが低いからか。レベル上げよう。で7だよね。チャデルよカタリナ。次はバラントの大会、このまま、ね、出てくる感じ。ステージでちょっとやんなきゃいけないんで頑張ります、はい。頑張ってください。じゃあもういいよ。MSI が終わりましたけど、はい、率直に自分自身にとってどんな大会でしたか。いやーまあ MSI、まあ、素直に悔しいですね。正直。まあ、今日のインフ戦、まあ、勝って、まあ、シナイン戦負けて DK 戦負けたんですけど、まあ、その前半戦のインフ戦も正直勝てた試合だと思いますし、 DK 戦に関してはもう正直もう目の前まで勝利があったっていうので、正直まあ4勝2敗で終われる可能性もあったなって考えると、まあめっちゃ悔しいですね。まあその一つ思ったことは、そのやっぱり相手もその、まあ、人間だっていうか、もちろん自分たちもプレッシャーを感じてその戦うっていうプレッシャーもあるけど、やっぱり向こうもメジャーリージョンの1位、自分たちの地域を代表してこっちに来ているっていうプレッシャーで、その相手もその本番の試合はその慎重になりがちというか、そういうことは結構みんなで話し合って、まあ、インフ戦一番最初の試合インフ戦やった後に、やっぱり自分たちはちょっと前のめりすぎたし、でも相手は相手でそのすごく慎重だったよねっていう、まあ、自分たち その攻撃的なスタイルはやりながら、相手が慎重だったらもうそのまま試合畳に行こうっていう、まあ、そういう気持ちで臨んだのが C9DK 戦で、まあそんな形でしたね。まあ、スクリームが一番大変だったかな、正直。スクリーム、やっぱり周りのレベルも高いし、もちろんその、ま、そのチームメンバーのレベルに合わせるための対戦相手のレベルも高かったし、まあ、MSI に来て、もちろん他の地域の1位とので、まあ、スクリームも、まあ、すごい難しかったし、まあ、僕視点の話ね。まあ一番選手やっててやっぱ練習が一番大変だったかなっていう。本番に関しては逆にもうなんか吹っ切れてやれたかなっていう、まあ LGL もそうだし MSI もそうだし、もう俺の仕事はもう集団戦始めればどうでもいいっていう、どうにでもなるってエビ君とかユタポンとかもう本当に まあ、どんな形でいいから集団戦始めてくれたらいいって、まあ、本来だったら正直考えられないことですよ。もう僕がコーチやっててそのジャングルとかサポートがイニシエイトはこうこうこうしてほしいっていう、そんなでかい口叩いてた俺に、まあ、エビ君とかユタポンがいやもう集団戦始めてくれたらいいからみたいな、まあ、それだったらもうその集団戦始めるぐらいの時だけマジで集中して、まあ、最高の形でまあ集団戦作っていきたいなっていう気持ちで、まあ、やっぱ本番はやっていきましたね。まあ選手として、まあ、改めてその選手として試合を見てきて試合をやった経験がその、まあ、選手目線でこう、まあ、どう考えているかとか、どういう行動を取りやすいかとか、その今この場面では焦っていた時はこういうコミュニケーションをしてしまうんだなとか、そのコーチだけやっていたらわからない部分は必ず今後多分見つかるのかなって思ってます。今何時だろう。今11時半とかじゃない。夜の11時半。まああと明るいね。正直夜中の3時とかまでは全然明るいし、まあ、こんな感じだねずっと、うん、で朝の6時にはもう普通に太陽出始めるし、こういう自然の中でマジで誰もいないけどただのんびり歩くっていうか、まあそうだね、木も多いし、こうまあ結構ヨーロッパって感じするね。懐かしいね。
まあ、今回ね、一つなんかね、今までの国際大会と違うのはね、親がねリアルタイムで見れたことだね、試合を。まあ、もちろん多分向こうもその、まあ、試合は見てくれてたんだろうけど、どの国際大会もね、うん、でもあれだね、その、まあ、割と見れる時間帯で見てて、まあ、仕事終わって見てるよって DM 来たりとか、まあそれが他の国際大会とは違うね。まあ見てんだろうけどね、うん、親もね、なんだかんだ。いや、いいっすね、親孝行してますね。してっかな、わかんねえ。ロールはね、いやこれ難しいけど、唯一やめなかったことだね、今まで一度も。やめようと思ったことがないね、ロールは。他のこと、まあいろいろやめてきたし、まあいろいろね、いろいろ、まあ高校生時代とかね、まあ高校時代サッカーやめたりとかね、いきなりね。まあでもロールだけはマジでやってても飽きないし、やってて楽しいしで、まあ、唯一諦めてないね、今までも。まあ多分これからもかな、多分。そうだね、そう考えるとロールってすごいよ。だってそれこそボンちゃんとかとチーム組んでから1日たりともロール考えなかった時がないね。今まで多分ずっとロールのこと考えてるから、まあ、すごいねロールは、そういう意味では、うん、いいね、この歩いてる感じのインタビュー、いいね。いいっすよね、いいね。あとやっぱこの海外のこの雰囲気が様になるというすごい背景がとてもいい。確かに、みんなこれでええやん、行って帰って。本当よね。ああ、ブルーラグーンマジで普通に行きたかった。行きたいってオーラ出してなかったじゃん。え、いや俺、あ、まあボンちゃんがいない時か、普通に結構行きたいっつってたけど、まあ、残念。あ、でもそれですね、それっぽいよね。前湯気立ってない、湯気立ってる、もしかして足湯は。ちょっと見てみましょう。あれ、もって来たんじゃないの、ここ一回。いや俺遠巻きから見ただけあ、あるなっつって。これ何、あ、分かんないですわ。なんでこれ、もやってんの。まあ1戦目、そうだね、結構やっぱ1戦目、アジアは特に海外戦1戦目だからすごい緊張もしてただろうし、普段のパフォーマンス出せなくて苦しいところもあっただろうし、チームとしてもそこをうまく支えれなかったから結構惜しい試合ではあったなと思ったけど、まあその負けから結構反省が生きて、その次の試合うまくやれたから、まあ良かったんじゃないかなと思うね。2日目、3日目でその C9 戦勝って、 DK 戦も結構惜しくて、まあ、DK 戦勝利勝てたらすごい良かったなって思ったんですけども、まあ、その後のね3試合1日やったときは、まあ、インフ戦はもうすごい自分たちのそのちゃんとプレッシャーも追わずにロールをできたんで全然勝ちたんですけども、まあ、やっぱメジャーリージョンっていうのはそもそもの自力だとかその研究だとかの力が強くて、まあ、やっぱそこの強さっていうのはねすごい受けましたね。構成見て難しいなっていうのがあって、結構個人的には相当難しいゲームだなとは思いましたね。ああいうゲーム展開になったのも DK だったからっていうのはあるんですか。そうだね、正直相手がそのでかいミスとかは全くしなくて、その一気に崩れるってことがないから、どんどん長引いて結局装備がお互い揃う感じになって、その場合まあ構成とかで全然
僕たちに有利がなくて、まあ、難しい感じにはなりました。で、まあ、C9戦は結構その序盤からもう崩されちゃって、もうただひたすらファームしてるだけで終わっちゃったかなって個人的には思いますし、まあ、DK 戦は結構普通にファームしたのかな、その DK 戦もでやったけれども、そのなんだろうな、チームとしてのちょっと焦りというか、そのバロンのところかな、もう一気に持ってかれると思ってチームとして全体で焦っちゃって、うまくいかなかったかなって思います。試合見てもらったら分かると思うんですけど、ボットネとりあえず5部ファーム、ある程度のファーム普通に確保するっていう目標はできて、ちゃんと達成できてたんで、まあすごいよくやったんじゃないかなと思います。まあ、特にそれができてたのはユタポンがそのとりあえず常にチャレンジし続けろって言ってくれたのとか、まあ、チームの系統としてそのもうエンゲージにだけ集中してくれればいいからっていうことをずっと言われてたから、まあ、やりやすかったっていうのはカズ選手が言ってたんですけど、なんかそういう面でサポートしてたというか、まあ僕らがサポートっていうよりもそのカズタのメンタルがすごいそれいいんじゃないかなって思ってて、本当にその結構エンゲージとかで失敗したら迷っちゃう選手がすごい多いと思うんですけど、カズタはもうその迷ってもその迷いがあんまりないっていうか、とりあえずエンゲージをトライしてくれるんで、もうそれがどうなるかは結果としては分かんないですけども、まあ行くか行かないか迷って何もできないよりは行ってミスっちゃったりするの方が全然そのプラスになりますし、すごい良かったんじゃないかなって思ってます。1周目の時はすごいなんていうか指先がひたすら冷たくて、その環境なのか緊張とかなのかも全然分かんなかったけど、集中できないところもちょっとあったかなって思うかな。なんでなんだろう、結構引きずっちゃうのかなって思ったけれども、全然もうすごい回復というかパフォーマンス取り戻してやってくれて、結構そのあるいはそのなんていうかインベンっていうその KR の掲示板みたいなのとかも見るって聞いて、まあそういうのを見て、多分1日目のパフォーマンスだとやっぱいろいろ言われることもあったんじゃないかなと思うけど、それでも全もう何も気にせず2日目からすごいいいパフォーマンス出してくれて、もう嬉しい限りというか、なんていうかそんな感じかな。次の夏に向けてどんなチームとしても個人としてもどんな取り組み方をしていくか。まあその MSI で正直結構そのみんなもいけるんじゃないかっていう気持ちを持ってもらったと思うんで、そのやっぱ夏にね WCS に向けて頑張っていくんですけども、その期待を背負ってやっていきたいんですけども、まあちょっとなんていうかな、僕たちもその MSI っていう大会でもプール4っていう立場でやってて、そのなんていうかな、相手も相手でその格下に結構見てるから甘く見てるところもあったと思いますし、ただ今回の試合を経て今後海外の大会 WCS とかをやる上でもすごい相手が結構対策とかもしてくるでしょうし、大変なことにはなると思うんですけれども、まあ、頑張っていきたいなとは思ってます。でも今回DK に行けちゃいましたけど、いやまあでも行けなかったね、正直やってる側としては正直なんか序盤のゲームメイクあんだけやって勝てないなら、まあすごい地域の差を感じちゃうところもあるし、まあ難しいんだなって、まあでもそこら辺はやっぱ僕らその格下っていう意識を持っていろいろできることがリーグオブレジェンドってゲームいくらでもあるんで、そのね作戦とか戦術をねいろいろ試して全然やっていけると思ってるんで、そういうところも使っていきたいなって思いますね。さっき別にそん
寝たくもないんだよな、まあ、別に寝て過ごすのいいんだけど。何して過ごすのがいいんですか。もう横になって、okay、 シェアパスタに毛布かぶって、はい、車にいながら暗いシアターのアニメかなんかを見る。アニメ、アニメ見れる。えダウンロードしたけど。あ、ね、ありがとう。あ、こっちは来た。ブーキョン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 。みんなで、みんなでビーフジャーキー食べて、カツ塩次も。次は1週間。次あ 5ヶ月後。今何してる？これは何？今の。今の状況は。帰ってきた。ビーフジャーキーをみんなで分け与えたり。これから、これからどうしますか。これから皆さんビーフジャーキー食べるんじゃないですかね。隔離があったからね、3週間ぐらいいたんじゃないか。長かったんですか。3週間はいないっすよ。3週間いない。ちなみにここ3週間います。え、3週間いたでしょ。ギリギリ20日くらい。2週間ちょいじゃね。20日ぐらいいる。20日間ぐらいいるかも。いるかな。あの荷物についてた あれがいるかなじゃなくて、25日スタートだったから。まあじゃあ20日はいたわ。20日じゃね、うん。そうかな。そうかなって何？25日に聞いちゃう。今何日ですか？はい。ひろゆきみたいになったらこっち見て。アディアさん、インタビューいいですか？大丈夫。あれ、すいません。ご飯いかがでした？え？ご飯はどうでした？こちらのレイキャビックでのご飯は。これは。一番食べたいは、コリアンのフードとすき焼きぐらい。すき焼き？日本のすき焼きマジで好き。ああ、日本のすき焼きが食べたい。よし、皆さん。あ、マスク、マスク。あ、うん、こんにちは、ヤンさん。うん、こんにちは。インタビューですか？大丈夫ですけど。初めての国際大会、うん、どうでした？アリアと同じけど、結果がマジでカビね。カビ、でも次あるから、大丈夫。ああ、大丈夫、次がマジで勝ちできる。なるほどね。あ、でもセロスさんいる。こんにちは。何食べてるんですか？え？何食べてるんですか？何？何食べてるんですか、これ。最初に部屋にあったやつ。いや、そういう話じゃないですよ。ナッツですか、これは。いや、あ、すいません。なんでキョロキョロしてるんですか。あなたで聞いてるんですよ。ん、あなた。ボンちゃん聞かれてるよ。ボンちゃん聞かれてるよ。美味しいですか、セロスさん、これ。あんまうまくない。なんで食べてるんですか。なんとなく。あんま美味しくないのになんとなく食べるんですか、ものって。
きたい、これこのサンドイッチ食いたい。チキンクラブサンドイッチこっちです。イタリアンなんかある。この水飲むできるって言ったら飲むできないよってシューってやって近づけてきた。うわぁ、あ、これ大丈夫、あ、これアルコールはめっちゃ強い。おいちゃん、これの飲んでみて、飲用水誰か飲んでみたらやってみて。リーダーだから先しよう。リーダー、うん、おお、来た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 、チャレンジャー。これ飲むできるらしい。飲むできるこれ。うん。ああ、うん。エビが、エビがなし。美味しいね。俺じゃない。ああ。美味しいね。皆さん舐めてたこれって。ああ。美味しい？皆さん美味しかった？これ？これ。食べなかった？いや、食べなかった。うまいね。プレイング。プレイングうまい。マジでスーって切れた。でも逆に疑われるパターンだね、これは。何してたのって。一人だから、一人だからこそ正直何もできないもんな。とりあえず前見てです。あっちに、最後あっちに進んでいったっていう証言もあります。証言、証言もあります。証言、誰だ誰だ。はい、サリアの最後の証言があります。中国やん、WCS。 え、まあ中国コロナないし、よかったよかった。あるよ。いや、近いやん。近いの、コロナないよ。近いのってもうな、もう最強に一番いいこと。一番いいことじゃない、正直。ホテルがいいとか言うの近い方がいいけど。ああ、まあ、しかもホテルもいいしな、ほら、マジで。新幹線乗るだけの距離かな。韓国とかさ、もうサクッと行ったやん。韓国はもうブートキャンプのついでに行きましたみたいな雰囲気だったでしょ。そうでしょ、距離的には。韓国行きたいな。やばい。ラーメン2週間でしょ。ブラジルだって片道二十何時間じゃないですか、もう。ね、あのトータルで僕ら30時間ぐらい。確かに30時間ぐらいですよ、だって。いいな、ブラジル行った男は違うな。いいな、ブラジル。俺たち行ってないんだよ。修正するんでしょ、その辺で。どうも。どうも、ブラジル、すいません、失礼しました。一人だけ行った。あ、はい、僕ブラジル行きました。はい。生の銃声を聞いたと噂。いや、撃たれたんですよ。撃った。撃たれた。やべえな。到着して初日にホテルの目の前で火災起きてて。怖っ。どこか行こうと思ったら、気づいたら誰かよくわかんないのを聞いてて。そしたら、そいつ巻こうと思ったら巻ききれなくて。そんなこと起きました。そして、怖っと思って聞いたんですよ、逆に。なんでついてくるんですか、聞いたら、セキュリティだって。あー。ついてました、セキュリティ。あったー。あ来ましたよ。自分の席に座れて。ありますよ。
せよ。ありますよ。333だから。どこでもいいな。それいっぱい。どこでもいいや。足伸ばす。いやでも誰もいなさそうやな。いっぱい空いてる。ただいまーって。ただいま。早く行こう。いや俺ロリが興味ないんだよ。なるほどね。さすがプロの鏡。もう嘘ついてないな。嘘つきだっていうのユータが。え？ユータが嘘つきだっていうの。いやちょっと、いや言ってないですけど。どうですか久しぶりの日本の飲み物は。一緒。今から隔離されます。2週間家から。頑張ってください隔離。